1日で塗ってみたみたいな。うちのしかも精鋭全員職人20人ぐらい、1人だけだから50万再生なんか。プリプリプリープリー、お疲れ様です。もう一回炎上中の小林克信です。ずっとあれ先週金先週の火曜日ぐらいか、炎上ライブって言って、あのちょっと問題起こしてから全ての動画にバットがいっぱいつける小林克信練り替え道場です。日曜日一人で寝てたらストレスで体が動きませんでした。Amazon TV で映画3本も見ちゃいました。まあ今日ねちょっと本当真面目な動画を撮ろうと思うんですけど、あの塗装の職人さんとか、まあ YouTube 見てくれてる人多いと思うんですけど、家の中からって見たことないでしょ、なかなか家の中の撮影って許可出ないじゃん。でここまあうちだよね。うん、僕の家だよね。晒しちゃってるよね俺。YouTuber の人なんか家バレたらなんか家引っ越すとか言ってるけど、俺バレちゃってるよね。結局今コロナで暇だから、はい、外壁塗装させてくださいと、職人開けたくないもん で結局うちってもうみんな常駐の職人ばっかだから、はい、結局開かないようにもう現場がずっとビシャーって詰まっとるんだな、はい、もう次の現場決まっとるから、でそれもうちょっと現場少ないから、だったらもう社長の家塗らしてくれないですかって言って、あまあええよって言って、あのミッチーとかが足場組んだ時に俺を起こしたりとか、で次の日じゃないな、3日後ぐらいか、シーリングの山口もまたあれ窓なんかガラス割るとかバカみたいなのやったろ。はい、で今日はまあちょっと、まあ、孫ちゃんって言ってまあ、兄弟でやっとるんですけど、まあ、俺より先輩の人で、はい、もううち十何年選手、まあ、ほとんどうちの塗装の職人さんって NG だから、今日はちょっと後ろ姿だったら OK っていう許可取ったんで、はい、もう、 うちの職人のレベルがいかに高いかってことと、本当に中で家の中でどういう風に見えるか、ちょっともう後半戦だもんね、もう外壁がまあ今もう2発塗り終わってもう2部塗ってるから、もうちょっと後半戦あと3日ぐらいで終わっちゃうんですけど、はい、でちょっと一部養生がもう取れて中から見えるとかもあるんですけど、はい、ちょっといろいろ面白いこと解説しておこうと思いますんで見てください。行ってみよう。これうちね、ちょっとここがもう完成しちゃってるんだけど、これも2発いったって言ったもんで、はい、ここ完成してるんだけど、で今艶消しでこれ塗ってんの、はい、三部艶かな、これも三部艶でこれも塗ってんだよ、これめっちゃ綺麗やろ。めっちゃ綺麗です、うん、これもう全部ハケでいったって言ったもんな。でこれ知ってる、これビーって塗れんじゃん、はい、吹き付けじゃないよ、これハケで塗ってる。あ、もう1個ずつ、1個ずつバーッ塗ってんの。それなのにでもだ垂れてないだろ、はい、普通垂れるだろ、垂れるんだよな、でもめっちゃ綺麗やろ。まあこれ何、塗装もかっこいいけど俺んちがかっこいい。おほら見て、これもうちょっと窓養生取っちゃっとんだわ、もうこれ全部完成しちゃっとるもんね、はい、ちょっとここ中から見ても、まあ、見えちゃう状態だけど、うん、これなんか置いてある、これ鎖骨、これ芯なんだ、うん、これ多分ね、ここ見える、これまだ仕上がってないので、これあと芯なんで拭いたり全部やるんだわ、はい、これよく養生って動画撮るでしょ、はい、でこれもうビシビシになってるじゃん、はい、でこれ全部掃除機で、そうなんですか、そうこんなクラス、もう絶対こんな風にならんもん、うち。どれ綺麗になってるじゃん。はい。で、これ全部シーナーで綺麗にして、で、ちゃんと塗り直して、チュ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 って全部やっていくんだよ。これトイがもう、多分まだ一発目だわ。はい。うん、今日塗り始めてるはずだね。あ、一発だ。これ、実際はここ、あ、ちょっと角行くと分かるな。こっち塗ってない方。これな。はい。これ塗ってない。こっち塗って。うわ、全然違いますね。はい。これ一発だね。これで養生取った時にこれ取れちゃったな、これ。で、これまた塗り直すんだ。案外職人から見えてないんだよな。全然見えない。そう。これ窓あってだよ。はい。養生しとるでね、本当は。はい。もうこれ、最後2、3日、この養生取り始めるの。はい。まあ、あとこの掃除が1日かかるわけじゃん。はい。だから取るわけでしょ。はい。で、あと二重塗って。で、実際はその工程的には、本当の最後の最後に取ると思うんだな、塗装って、普通は。はい。まあ、今回はまあ、昨日雨とかいろいろあったもんで、はい。もう先に先行して2人で入ってるもんで、はい、やったと思うんだけど、先に養生取ったのは雨の絡みで、それもあるし、まあ必要ない部分は取った。ああ、もう必要ない部分は、でもトイとか塗るときまたついちゃう可能性あるでしょ。それはない、その取った部分はない。ああ、だからここはもう大丈夫だなっていうところ見て、うん、あれそこで取ったんだ、はい、うちの、まあ、一番古いぐらいじゃないかな。でこれ実際これほらもう こっちから見て、どんだけカメラ近づけても絶対中見えんな。はい、絶対見えんの。絶対見えないです。うん、絶対見えん。結構まあ一般の人で言うと家の中見えるかなとか思うと、もう外が見えない、工事してる時はほとんど、はい、あるよあるよ、大事な、もう向こう向いて絶対にこっち見た。もうこれはさすがにね、俺怒られるで、もう明日から仕事出ませんって言われちゃう。どうですか調子は。調子は順調ですか。トイはあれ全部一発でしょ、向こうからね。一発でしょ。一発だよね、はい、あ綺麗やな、やっぱ
今実際にこの上からも塗っとんだね、これね、見えんところも、ね、で全部塗るでしょ、これ中は。中も一応全部塗ってます。え、塗れるところは全部塗ります。ここはどうしてもこのやつがついちゃうし、うん、ちょっと見た目が悪いもんで。ああ、見た目が悪いって見えんからね。ちょっとカメラちょっと貸して一回、まあ俺も見てないで俺の顔がこうやって見てるぐらいかな分からんけど、まあ言ってることが分かると思うわ。で実際にはあるな、足場かけるとあるね、上くっちゃくちゃないですね。そうですね。だけどあの中まで塗ってくれって人もいるけど、中なんか塗る必要ないもんね。逆にカス出るもんね、あかんぞって言って。どうすか、はい、真帆ちゃんどうすか。うん、まあ塗装職人さんってどっちかっていうと、もくもくやる人が多いじゃん。足場の職人ってえいやーみたいなところが多いじゃん。はい。で、うちの職人さんって結構多いだろう、そういう人。多いですね。で、あんまり口が少ないもんで、もう俺みたいな人間はもう一番向いてねえんだよな、塗装職人。ねえ、わかっちゃん。そうです。そうですとか言ってるもんね。ずーっともう十何年、もうやり方変わらんよね。また変わらんね。もう今塗装歴何年ですか。もう32、3年。32、3年やで。ローラー使わんの。そういう関係はもうハケだけ。はあ。だからハケとローラーはどこが違うんですか。あの見た目違うよね。あの、うん、ローラーだとあのローラーの目が出てあの曇っちゃうもんで。あ、ローラー目で。うん。ハケだとねもうピッカリカになるもんね。あ、ツヤが出るから。うん、誰もこちゃんちゃんに物件いつもツヤピカピカになるんだね。はあ。こうやってずっとチェックして塗ってるけど、これまだ一発目だないって。上行ったり下りでちょっと見ながら、あ、ここもうちょっとって言ってこうやって戻ってこうやって止めとったろう今、はい、止めとったっていうかさっさって拾っとったろう。そんな手間食うわな。そんな感じか。じゃあちょっと下降りてみようか。はい。ちょっと実際の中も見てみようか。もうめんどくさいでワープする。ワープしました。玄関までワープしようか。はい。ワープリこれボツかな。もうちょっと面白いやつ思い浮かべなかった。わープリ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 ー。まあ実際さっきのワープ使ってもらえるんだったら、使ってもらえたんだったら嬉しいです。あれボツだなと思ったもんな。もう何回話しとんだこれ。あ、こういう感じよ。まあちょうどこれ分かるよね。はい。もう全然中から見えない。結局メッシュシートがかぶっとるもんね、はい、外からただ見とるような感じじゃないんだわな、はい、シートをかぶっとるのなんか見えないんだわ。これも取っていいって言ったんで、これ取ってみようか。もうこんな感じよ。へえ。普通に出れるかなと思ったら結構な弾力で挽回されとったな俺。見たいわ。結構頑張っとったろ。おあのこれつけんだよマジで。俺これ OK もらってとやってるからね。これ OK でしょって言ってね。こんな感じよ。わかります、視聴者の皆さん、養生って。でもまあまあこうやってね、でこんだけやっぱ見えないから、中からな。だからもう外からなんかもちろん見えないわけ。あ、まあ、ちょっとじゃあ外から見てみてくれ、もう一回。全然見えないでしょ。はい。そうそう、これ近づいても全然見えないで。結局なんか これやっとるから俺すごい思ったんだけど、まあ最終日の本当に今3日目とかだから、まあ足場別であるよ、はい、で実際ね、やっぱ足場かけた時とやっぱ仕入れの時はね、もし俺が家に乗ったらちょっとストレスかなっていう感じはしたんですよ、はい、だけどもう実際にすぐ養生入っちゃうから、でそっからもう塗装障害ではストレスじゃない。まあ家の中が養生ってまあ本当にあんまり見えんし、そんなにストレスじゃないと思うんだけど、俺はもう何も見えんし、スクリーンが1個入ってるし、もう扉もこうやってさっきみたいにあかん状態でしょ、はい。だからそんなストレスになんないんだよな、多分。なんかあれだな、ちょっと企画とかで、もう最近企画もないもんだよね、炎上写真も。あの、まあ、炎上したってか俺が悪いんだけど。なんか泥酔ライブ。あのまあちょっとまあ面白い真面目な企画もちょっとなんか考えなあかんなと思う中で、なんだろうな、あのこうやって外壁をさ、はい、あの1日で塗ってみたみたいな、職人20人ぐらいで、うちのしかも精鋭全員、まあ暇な時だもんで、やってももちろんただでさ。あ、ただでやるんですか。募集してみるの面白くない。
ただでやるんですか。じゃあただだそれ募集していきなり金くれって言ったら怒るだろう。しかも失敗する可能性もあるじゃん。行って3日間か、まあ一夜城じゃないけど一夜塗装みたいな、まあ、行って別にあれじゃん、暇な時期であれば別にまあいいじゃん、1軒だけね。じゃあちょっとそれ面白いな、やってみようか。愛知県の人に絞ろうか。もう最短3日だな。足場、シーリング、乾かしがあるだろうと。で、2度塗り、3度塗りだから、まあ、ちょっとそれ職人と調整して、要は面々で潰しがなんとかなるのか、はい、ちょっとそれ面白いなと思って。普通の塗装はどんぐらいかかるんですか？10日間ぐらいじゃんか。で、写真は必ずつけてください。あ、家の写真です。そうそう。で、いたずらとかもよう来るじゃん。はい、メールとかも来るもんで、いたずら防止もあるから、まあ自分の家と、はい、まあ自分たちが映った方がいいかな。で、まあ YouTube の企画なんで、まあ公平に扱うっていうよりは、ああ、ちょっと喋って面白そうな人だなとか動画に出て、まあもちろん動画に出てくれなあかんから、で、うち撮影禁止だよだったら意味ないもんで。意味ないですね。そうそうそう。まあ屋根塗装とかまではちょっと難しいで、もう外壁塗装、シーリング、足場、屋根塗装あったら、フッ素とか多分使った方がいいから、ちょっと高なっちゃうもんで、まあ屋根だったら15万から20万ぐらいはすると思うんだけど、まあそれはもう屋根がある人だったら別途。はい。で、瓦とかあったら、まあ別に屋根塗らんでいいもんな。そんな感じにしよっか。で、ほんと、通常、まあ60万、70万、家の大きさによっては80万ぐらいやってくるのかなぐらいのものが、マジで無料だから。じゃあ本気でちょっとやりますんで、で、概要欄に、まあ必ず、まあ住所、連絡先、写真。はい、まあ写真は多ければ多い方がいいよね。で、できれば自分たちも写してくれた方が企画は多分通りやすいと思います。一人だけだから。はい、で、自分たちも写って、もちろんまあ撮影許可、まあ撮影許可とかそういうことは書かない。もうそれは当たり前だから。ぜひやりますんで、はい、よろしくお願いします。はい、またね。あ、チャンネル登録といいね。まあ、もう一回延長中の小林ですけど。よろしくお願いします。